1対2惜しくも敗れてしまいましたが、改めて今日のゲーム振り返ってどんな90分でした？非常に難しい試合でした。特に後半は難しかったですね。Second half, San Francisco were playing very good, created good opportunities. They've got very good offensive players with quality on the bench, and that was deciding. サンフレッチェは後半非常にいいプレーをして、たくさん決定機を作っていました。ベンチに入れていた質の高い、攻撃の選手たちが活躍しました。浦和もカンテ選手の美しいゴールを含めてさまざまな攻撃の形が見られました。そこについての評価いかがでしょう？今日我々が望めた最高の結果は引き分けだったかもしれません。あまりいい試合になりませんでした。次は名古屋との対戦があります。次に向けても一言お願いします。 Yeah, it's another very important game. We've got a tough schedule on the beginning of the second round, but we have to do our best. そうですね、今季の後半戦の最初のところを今戦ってますけれど、かなり厳しいスケジュールが続いています。我々はいいゲームを目指して戦いたいと思います。